にちは。サタデーマガジン、マハラジャ N-BOX、シャンデリア。サタデーマガジン、マハラジャ N-BOX、シャンデリア。今回は、GoPro 10を買いましたので、紹介したいと思います。GoPro Hero 10 Black は、GoPro シリーズのフラッグシップモデルです。アクションカメラです。独自開発の GP2 プロセッサーと2360万画素の高解像度センサーを搭載しています。5.3K60fps、4K120fps、2.7K240fps の動画記録に対応しています。静止画も2300万画素と高いです。動画用だけでなく写真用としても使用できます。今録画中です。GoPro Hero Black の主な特徴は次の通りです。4K を超える 5.3K の高解像度で 60fps の動画撮影が可能。高フレームレートの撮影も可能。低光量での撮影性能が強化されています。手ブレ補正が進化しています。クラウド接続に対応しており、カメラのチャージ中にコンテンツが自動的にクラウドにアップロードされる。GoPro Hero Black にはカメラリチャージブルバッテリー、粘着性ベースマウント、曲面、マウント用バックルとサムスクリュー、USB-C ケーブルが含まれています。だそうです。GoPro 買って2日目なんで、今日はいろいろ撮ってみたいと思います。ビデオの形式がちょっと変わったようで、なんか、マイクロソフトからソフトを買えと言われました。120円。どういうことなんでしょう。H265 にした方がいいんでしょうか。MP4 の形式です。GoPro 10 Black です。これをジンバルに乗せて撮りたいと思います。GoPro Hero 10でした。ブラック。皆さん、GoPro Hero 10の動画を楽しみにしてください。さようなら。